どうもこんにちは、アロハチャンネルです。皆さんカーズは好きですか？僕はね、カーズ1、2と見てもうめちゃくちゃねファンになってしまってすごい好きなんです。で、この今回カーズ3がね7月15日に上映するということで、今日そのカーズ3のキャラクターがこのタカラトミーのトミカでね発売されたので一気に買ってきました。で、トミカのカーズってねめちゃくちゃ種類があって本当どれも欲しいなって思うんですけど、実は今ね持ってるのって2つしかなくて、このマックとあとマックインですねの2つしか持ってなかったので、今回ねこれを機にちょっと一気に集めようかなと思って全部買ってみました。で、ここマックインとマックとあるんですけど、今回まあリニューアル、このカーズ3に向けてリニューアルされてるということでね、どう違うのかっていうのも見ていきたいなと思います。で、順番に開封していきたいんですけど、個人的にねめちゃくちゃ気になるのがジャクソンストームっていう、車ですね。とそれもマックと同じようにこのトレーラーに入るみたいなんですけど、めっちゃこれもかっこいいんですよね。ここめっちゃ気になります。でね、どれもすごく可愛くて、でこれがね、今回ヒロインなのかちょっとわからないですけど、女性の、車っていうことでね、これも注目していきたいと思います。それでは見ていきましょう。はい、まずこちらね、ライトニングマックイーンですね。マックイーンって本当にいろんな種類出てますけど、今回のマックイーンもめちゃくちゃかっこよさそうです。カーズ3のスタンダードタイプということで、確か7月ぐらいになるとね別のマックイーンが発売するみたいですね。では中身を見ていきます。おー、マックイーンかっこいい。どれぐらいね変わったのかも注目したいところですけど、これが今回今のマックイーンで、左側が前のマックイーンですね。色合いもね少し違いますよね。こっちの方がちょっとまあ、淡いじゃないけど白っぽくて、こっちは結構きつい赤というかね濃くなってますね。で、目も少し大きくて、なんかちょっと大人っぽい表情になってますね。で、この95とかね、こういうところは番号は一緒ですが少しデザインが変わっていて、で、ここら辺もね文字は同じですけど、まあ少し大きくなってるとか、まあただ配置は基本的に同じっぽいですよね。大きさがそれぞれ変更があって、で、上これがね今回こっちが前回ですけど、なんかよりこのカラーリングのね、黄色と赤っていうのがはっきりしていて、なんかより強そう、かっこよさそうですよね。で、スポンサーはねめちゃくちゃ前ちっちゃくいっぱいあったんですけど、少し減ってるような感じがあります。で、後ろ側、はい、で、横こっち側ですね。なんか全体的にね前のマックはちょっと可愛い目、こっちが、大人になったって感じのかっこよさが際立ってる感じがありますよね。で、動かせる部分っていうのはもう本当に一緒で、タイヤが前後動いてそれぞれねスプリングがついているということで、はい、マックインはこんな感じですね。では続きを見ていきましょう。はい、これがクルーズラミレススタンダードタイプということで、まあ、スタンダードタイプって全部タイプ書いてるんですね。なので、まあ、スタンダードじゃないのが出るかどうかはわからないということで、イエロー、まあ、優しいイエローですよね。では中身見ていきましょう。はい、中身がこんな感じですね。かわいい。なんかちょっとここら辺どうなんですかね、どれぐらいの年齢設定というかね雰囲気なのかわからないですけど、ちょっと大人の女性っていう感じが、こうちょっとメイクしているようなね感じがありますね。で、目の色はブラウンですね。なんかシンプルですけど形がねちょっと丸みを帯びてて、なんか女性らしい感じで可愛いですね。はい、続いてこちらミスフリッタースタンダードタイプということで、ミスフリッターということは女性なんですかね。ミスっていうのはちょっとわからないですけど、でも見た目ね完全にいかつい感じはあるけど、まあちょっと目が女性っぽいような感じもあるのかな、ちょっとまだわからないですね。ただかなりインパクトのある見た目なことは確かです。これ横って何なんですかね、落書きがいっぱい書かれてるのかな。ちょっと中身見ていきましょう。はい、おお、でかいですね。重みもねやっぱりマックイーンとかと違って結構重いです。で、ここら辺こう出る時もタイヤが回って可愛いですし、これ何ですかね。あ、ちょっとね漢字が一瞬書いてるのかと思いきや英語っぽいですね。で、ミスフリッター名前書いていて番号58でストップ書いてて、
なんかめちゃくちゃ斬新ですね、本当に。あ、でスクールバスなんですねこれ。なるほど、スクールバスで結構荒れてる感じの印象があるやつで、どんなキャラクターなのかね、めちゃくちゃ楽しみですね。でここでね、パイプももう角みたいに変わっちゃって、で意外とこれ触ると軟質パーツで、すね。でここはまあ硬いかな。かわいい、面白いですね。どんなキャラクターなのか、そして敵なのか味方なのかというところも注目したいと思います。はい、でもめっちゃいい、なんか飾るとねすごい可愛いですよね。インパクトがあっていいですね。はい、続きましてこちらスターリング、これもめっちゃシンプルな感じですよね。いつの時代の車なんだろうっていう感じはありますけど、はい、おー、なんかかなり渋いですね。これの年齢設定というかね、気になるところですね。でもめっちゃ綺麗、このシルバーのところめちゃくちゃ綺麗なんで、シンプルでちょっとねおじさんっぽいかなって思いきや、なんかすごい上品な感じですね。めちゃくちゃ金持ち系みたいな車なのかもしれないですけど、ちょっとどういうキャラなのか気になるところですね。とにかくシンプルな印象を受けます。そして美しいですね、ここら辺のちょっとラメっぽくなっていてすごく綺麗です。はい、はい、そしてこちらがキャルウェザーズということで、これもねめちゃくちゃ速そうですよね。スタンダードタイプっていうことでこんな感じです。ちょっと若そうかな。こうパッと見ねヒゲとか入ったらねすごく年齢わかるんですけど、なかなかわかりにくかったりもします。これってヒゲじゃないですよね多分。はい、中身見ていきましょう。おー、綺麗なブルーですね。これは主要なキャラクターなのか、まあちょっとしたレースの対戦相手なのかわからないですけど、42番。おー、恐竜のマーク入ってますね、かっこいい、めっちゃ速そう。でここら辺スポンサー結構いて、なんかいいですよね。ちょっとアロハチャンネルが親近感を持つような感じの色合いですね。でマックイーンと比較するとこんな感じですね。はーい、まあ、マックイーンより少し小さめな感じはありますけど、競いそうな感じもありますよね。味方なのか敵なのか知りたいところですね。結構この口とかもなかなか自信満々な感じはありますね。はい、でこれですよね、めちゃくちゃかっこいいの、ジャクソンストーム。これはね敵か味方か分かんないですけど、まあ多分強いライバルになり得るんだと思うんですけど、なんかね初めはライバルで結構競って大変だけど、最後は協力して敵を倒す的なね、王道のパターンであってほしいなと思ったりもします。まあ、全然本当にストーリーが分かんないんでね、もしかしたら完全に最初から味方なのかもしれないですけど。はい、それでは出しましょう。おー、かっこいい、すごい。これちょっとねやばくないですか、めっちゃかっこいい。なんかBMW でねこんなやつがあったような気がしますけど、最新モデルというか最新モデルですかね。めっちゃかっこいいですね、やばい、これはやばいですね。でマックイーンと並べるとこんな感じで、大きさはねかなり近いものがあって、やっぱなんか次世代っていう感じしますね。これやばい、これ本当にかっこいいですね。すごい、これもねどんなキャラなんかめちゃくちゃ楽しみですね。アロハチャンネルはこのジャクソンストームに大注目したいと思います。でこのね、トレーラーも見ていきたいんですけど、そういえばね、今回、まとめて、カーズの商品買ったことでこういうスペシャルプロモーション DVD っていうのももらえたんですよね。でこれはどんなものなのかちょっとわからないですけど、また後でね見てみたいと思います。これもキャンペーンでもらえると思うので欲しい人はぜひ急いでください。ではこれはねちょっと最後に撮っておきたいですよね。でこっちがまあ実際ね今 Mac 持ってるんでどんな感じで違うのかっていうところなんですけど、見る限りね写真で見る限りは多分仕様は一緒で、色合いだけが変わっている感じかなと思います。この右側が前回購入していた Mac ということで、
このね、よく特に分かるのがこの前の部分が黒くなっていて、なんかリアルな感じが増してる感じはありますよね。でここら辺描いているものは一緒ですが、デザインが少し変わっていますね。で横もこういうシンプルだったのがちょっと炎のマークみたいなのが入ってきていて、横のこのね柄に関してはこれが前でこれ今回ということで結構シンプルになってますよね。でスポンサーがバーっと書いてあったのが今回はなくなっていて、まあ少し寂しい感じはありますけど、まあなんかね、Mac のこの柄デザインについてもちょっと大人っぽくなってるという感じですかね。で後ろ側左が今回右が前回ということで、後ろに関しても少しちょっとおとなしくなってる感じありますね。で同じようにここを開けることができて、でそれぞれねこういう形でマックインを収納することができますね。こんな感じでこれ本当にね素晴らしいですよね。はい。でこっち側も反対側とまあそこまで変わらなくて、こっちもシンプルで、このスポンサーもこっちではなくなってますね。まあ、こういうねスポンサーでも、まあ、マックイン本体にはついていたのでスポンサーが全くなくなったとかそういうことではないと思うんですけどね。でこの側面も少し変わっていますが、形に関しては本当に一緒ですね。あでこのパイプとかがシルバーだったのがちょっとグレーっぽい感じ、メタリックな感じに変わっています。まあ、こっちの方がなんかかっこいいですね。でこれですね、めちゃくちゃ気になってたこいつを開けたいと思います。おーすごい、ワイルドスピードとかの映画とかでね、なんか武装してる車で出てきそうな感じありますけど、めちゃくちゃかっこいいですね。すごい、ちょっと新幹線というか、まあ、列車にも見えるぐらいの大きさで、帽子をかぶってる感じですよね。すごい。あで順番に見ていくと、まあ、横がこんな感じで、で反対側はこんな感じで、後ろ側がこうで、ここもね開くようになってますね。だいぶ硬い、だいぶ硬い。あれ、おお、外れるんですね。ここ Mac と違ってここが取り外し可能ですね。へえすごい。でここがね開かないよっ。ああ開きました。結構硬い、開け方間違ってないですよね。ここ2つをまあ引っ張って開けたんですけど結構硬い。でここにジャクソンストームを収納できるということで、おーすごい、横幅かなりぴったりですね。確かマックイーンの時は少し余裕があるんですよね。こうちょっとこう寄るような余裕があったんですけど、今回はほとんど動かないぐらいピッチリ入ってて、なんかいいですね。で出るときは、あでもちゃんと出るときは出てきます。すごい、こういう状態で、こう出てくるんですね。めちゃくちゃかっこいい。はい、でこんな感じでね2体こう並んでやって遊んでも楽しいですよね。おーこういう感じでパカッとねそれぞれが開いて、よっ、これが本当に硬い、硬い、え硬い、本当にこんな硬いのか。これはなんか方法があるのか。よっ、ああ開いた。でこれでパカッと開いてシャリンシャリンとこうね出てきて、あれ逆みたいなね感じで遊ぶこともできますよね。はい、これね本当に、まあ、2人がもしライバルなのであれば仲良くなった後だとねこういうシーンももしかしたらあるかもしれないですね。本当にこのかっこよすぎます。このトレーラーとそれぞれのセットがめちゃくちゃかっこいい。
はい、ということでね、タカラトミーのカーズ3の、ラインナップレビューしましたけど、本当素晴らしい出来ですし、めちゃくちゃテンション上がりますね。まだね、この本編を見ていない状態でこのちょっと気持ちの高まりがあるので、本編を見た後はね、もうめちゃくちゃどれも可愛くて仕方ないと思います。で、特にこのジャクソンストーム、めちゃくちゃかっこいい。このトレーラーもやばいですね。このトレーラーの名前が、名前自体はゲイル・ビューフォートですね。ゲイル・ビューフォートっていう名前ですね。ゲイル・ビューフォート、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、このアロハチャンネル、ストップモーション動画、レビュー動画してますので、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。 Twitter もやってますので登録しておいてください。コメントもね、お待ちしております。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。